アメリカのプロゴルファー。歴史上全米オープンに3度優勝した数少ないプレイヤーの一人であり、1970年代から1980年代にかけて世界を引っ張ったゴルファーの一人である。彼はまたゴルフコースの設計家としての顔も持っている。ミズーリ州ジョプリンで生まれ、カンザス州ジェロキー郡に位置するバクスタースプリングスで育った。 1967年にコロラド大学ボルダー校を卒業。在学中はアメリカンフットボールで大学オールアメリカンに選ばれ2度オールビッグ8のディフェンシブバックを守った。1967年にゴルフの NCWA ディビジョン1チャンピオンシップで優勝し翌年にプロ転校した。PGA ツアーにおいて1971年の シーパインヘリテージクラシックから1994年の MCI ヘリテージゴルフクラシックまでの20勝をし、約600万ドルの賞金を得た。1994年ヘリテージに49歳で優勝したことで A 級シードを獲得した。また1970年代にはウェントワースにて行われたピカデリー世界マッチプレー選手権に2度優勝した。 マコーマック世界ゴルフランキングで1975年から1979年まで毎年トップ5に1991年の数週間は公式世界ゴルフランキングのトップ10に一致した。ライダーカップでは1975年、1977年、1979年、1981年、1991年の5回プレーした。 1974年のウィングドフットで初めて全米オープンに優勝し、1979年の2回目の優勝をした。1979年の全米オープンの翌月、全英オープンの最終日、2位に2打差のリードをつけて進んだが、セベバレステロスの驚異的な追い上げにより、歴史的なメジャーに大会制覇は妨げられた。 1983年の全英オープンでもう一度優勝のチャンスを得たが、ショートパットの何気ない素振りを反則に取られ、優勝を逃した。彼はその時から1980年代の間は、リーダーボードに名前が出ることがほとんどなくなった。しかし、1990年の全米オープンで、マイクドナルドとのプレイオフに入り、72ホール目で45フィートの、 奇跡的なバーディーパットを決め、3度目の全米オープン優勝を果たした。3度目の全米オープン優勝から2年後、1992年に世界ゴルフ殿堂入りした。日本では1981年のブリジストンオープンゴルフトーナメントで優勝した。1995年に50歳以上のチャンピオンズツアーに出場する資格を得て、PGA ツアー以上の活躍をした。 チャンピオンズツアーで45勝し2300万ドルを得てチャンピオンツアーの生涯獲得賞金でトップに立っている。1998年と2000年の全米シニアオープンで優勝した。2000年にゴルフダイジェストが発表した50人の偉大なゴルファーで19位にランクされた。おいに元 NFL 選手のヒスアーウィンがいる。ありがとうございます。